チャラしたところに用はねえ。さっさと通り過ぎるぞ。あいつらが動き出したら。ねえ、ん？ちょっとだけ観光してこ。だってコスタデルソルだよ。コスタデルソル。どこかで涼ませてくれないか。暑くてたまらない。消えそっちまえ。お、コスタ、ようこそコスタデルソルへ。私、市長のカポノです。さあ、どうぞ。こちらはプレゼントです。これがなくてはコスタのバカンスは始まりませんからな。よくお似合いですぞ。ここは輝く太陽の楽園。天からの恵み降り注ぐ極上リゾート。花のない日常はパーッと忘れて、どうぞ心ゆくまでお楽しみください。Oh, ようこそ、ようこそ。みーちゃん、あっちかな。その前にシャワー浴びたいな。ホテル探そうよ。うん。うん。泳ぐとか言い出さねえよな。言ってるな。それ言ってるよな。ビーチでは海水浴はもちろん、サーフィン、ダイビングやチョコボートなどいろいろなマリンスポーツをお楽しみいただけます。ウルン、クラウドのアイス食べる？あ、それともナンパ？ヒューヒュー。水着姿がキュートだね。ね。ああ、そうだな。なんだよ、意外と見る目あんじゃん。ねえ、私を仲間にする気ない？なんなりと役に立っちゃうよ。ティファー、兄貴、ティファー。あ、嘘、ジョニー。皆さん、お久しぶりです。お元気そうで。ジョニーもここで何してるの？男ジョニー、一世一代の大勝負。ホテルのオーナーになったんだよ俺。でもちっこいホテルだけどな。ちょうど休める場所を探してたの。行ってもいい？おほほー、願ってもない申し出、大大大歓迎です。実はオープン以来お客ゼロで。大丈夫かよ。やだな、俺たちの仲じゃないですか。遠慮は無用ですって。じゃあ早速向かいましょう。な、おい、ほら早く早く。
皆さん俺の城シーサイドジョニー。サイドの割には C が見えねえぞ。見るんじゃなくて、ほら。あー来た来た、塩の香り。さあどうぞ。ようこそCサイドジョニーへ。お部屋はティファが101、エアリスが102、野郎の皆さんはまとめて103号室ってことで。料金は？ティファのためなら大サービス。今日はすいません、俺過去の市長に呼ばれてて。今日は皆さんの貸し切りなんで適当にくつろいでおいてください。あ、ビーチへ行くならちゃんと着替えてくださいね。その物騒なのも持ち込み禁止ですから。ティファのリゾートウェア、この目で見たかったぜ。シャワー行く？うん、そうだね。じゃあ後ほど。後ほどっていつだよ。まあこういうところですから、ゆるゆると。ね、ね。負けた負けた。じゃあその辺見てくるぜ。で、着替えねえとダメなんだ。やっぱこれだよね。じゃ先に行ってるぜ。悪いな、留守番だ。俺はあいつに用がある。じゃあな。あらあら、お友達。じゃあお兄さんから言ってくれない？クロマントさんたちって少し変でしょ？ビーチに集まっちゃってみんな怖がってるの。ドレスコードも無視で雰囲気ぶち壊し。どこかに連れ出してちょうだい。お願いね。あ、でもお兄さんもその格好じゃビーチに入れないわよ。ここはコスタデルソル。もっと自分を解放しなくちゃってことで、7万のチケットをあげる。はい、そのチケットでパイレーツランページとカードカーニバルのイベントに参加できるわ。同じ番号を持ったパートナーが会場であなたを待ってるはずよ。パートナーと一緒にゲームをクリアすればアモールカードをプレゼント。カードはリゾートウェアと交換できちゃうの。ドレスコードをクリアして素敵な思い出を作っちゃおう。ねえ、じゃあコスタのバカンスを楽しんでね。最高の出会いがありますように。コスタ。異中のアイレーツランページへようこそ。マトと一緒に異中のあの子のハートも射止めてみませんか？よう、さっきなんとかもうおるってチケットもらってよ、ここに行けっつうから来てみたんだが。町がやってるイベントらしい。その友達を作るイベントで、どうやら俺の相手は
あんたらしい。お前そんなもんに参加してんのか。景品のアモールカードが欲しい。なるほど。じゃ、俺に任せる。あ、ちょっと待った。お客さん、その筋の人でしょ。射撃こそ我が人生みたいな。クロートさんはお断りだよ。なんだよそれ。だったらでっかく書いとけよ。最初から言えよ。後付けルールじゃねえのか。俺がやろう。ああ、恥かかせんじゃねえぞ。チャ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 ンチャンチャンチャッチャチャーン。ま、上出来上出来。お見事。いやー、シャチと応援の息ぴったり。今日の挑戦者の中でもピカイチのパートナーっぷりだ。俺とお前がピカイチだとよ。どうかな。お前な、素直に喜べよ。今さら俺に気取るの疲れんだろう。じゃ、俺は先にビーチへ行くぜ。着替えたらとっとと来いよ。おめでとう。二人とも素晴らしいバウトだったわ。また遊びに来てちょうだいね。ありがとう。なかなか面白い経験になったわ。まだやるなら付き合ってもいい。それってもしかして誘ってる？ホワイニック様、勝つって分かってる試合を続ける気はないの。また新しいバウト場を探さなきゃ。私の予想を超えてくるバウターはなかなかいない。あなたはその一人。どこかでまた会えるのを楽しみにしてるわ。じゃあね。あら、振られちゃったの？一人で対戦できるコースもあるから気晴らしに遊んでって。楽しむ準備はバッチリですね。ビーチに入りますか。あれ買って。ダメだ。お、なんだあいつら。雰囲気台無し。おう、来たか。クロマントが集まってるらしいな。ああ、なんかしたってわけでもねえんだよ。勝手に怖がったり気味悪がって犬コロみたいに追い払おうとしやがる。気味悪。ほら、あっち行けよ。こら、何してやがる。ごめんね、見張りなんか頼んで。全然。ん？あれ、止まんない。あっちこっちボロボロ。思い出すな、スラム。もう終わったの？エアリス？エアリス、何か。これ何色に見える？透明だ。ずっと白かったの。少なくともミッドガルにいた頃は。マテリアは凝固したライフストリーム。中身は記憶、知識。フィーラーに取られちゃった。
大事なものだったのか。うん、とっても。ビーチへ行くんだろ。ティファを誘って町へ出てみたらどうだ。だね。やめた方がいい。出かけるならティファを誘おう。外行く？準備どうかな？あ、うん、もうちょっと。お待たせ。街で素敵な服見つけなくちゃね。それからビーチ。うん、出発。コースター、お姉さんたちはこれからビーチへ。リゾートウェアをお探しならコスタデアモールに参加してみない？アモール？コスタでの思い出作りを後押しするゲームイベントなの。ペットと一緒に遊べるゲームもあるのよ。へえ、楽しそうでしょ。じゃあこれペアチケット、おまけ。今ならそのチケットでダウンワイルドのレースとウィリーでランデブー、あとはハッピーテンダーチャレンジとロイヤルコンサートに参加できるわ。素敵な思い出を作っていってね。コースター、コースター。なんか面白そう。うん、行ってみよう。商品はなんとコスタ特製スペシャルトロピカルビートです。さあ挑戦者はいるかな。食べたいの？やるしかないね。ようこそ元気な赤毛さん。思いっきり走り回っちゃおう。よかったね。飼い主さんにはアモールカードのプレゼント。また来てね。どう？おいしい？私史上最高だ。ごちそうさま。うおー、間に合ってる。ジョニー、ティファ、あれ、ダメだと言うなら君、君がパートナーになってくれないか。そうおっしゃいましても。あ、次のお客様どうぞ。あ、君たち。お偉方のお出迎えの仕事まで時間が空いてしまってね。観光という名の視察に励んでいた。そうなんだ。あ、よかったら一緒に回ります？いいのかい？思います。 ありがとう。じゃあ私は先に行ってハッピーテンダーを探しておくよ。このカメラで街に隠れている4匹のハッピーテンダーを撮影してくださいね。じゃあハッピーテンダー。ドキッとしますね。これは一目惚れのやつかな。
いやいや、惑わされないぞ。ハッピー、マイハニー。なんだろうか、この寂しい思いは。私は仕事にかまけて大切なものを見失っていたのか。でも目に見える死んだ魂は簡単に捨てられはしない。私はどうすれば。すみません、今日の受付はもう締め切っちゃったんですよ。そんな、ティファ、どうしよう。ティファ、もしかしてミッドガルの、スラムの。え、あ、そうだけど。ああ、ティファ、君こそ俺の女神、愛しのマイハニー。あ、それってジョニー。別に普通じゃないの。ジョニー君から聞いてたのと随分違う。もっとミッドガルのキラキラの素敵な女を想像してたんだけど、なんで私が振られちゃうのかな。ねえ、ちょっと失礼じゃない。いいのいいの。あ、こういうことよくあるから。何それ、自慢。おいジュニー、サボってないでとっととウィリーを回収してこい。怒鳴らないで。みんなして私を見下すんだから。見下しちゃいないだろう。私やめます。またこの流れか。あんたらジェニーの友達だろ。どうだろう、代わりにウィリーの回収を頼めないかな。わかりました、やります。人がいいにも程がある。ジョニーにはいろいろ責任感じちゃうの。だからジェニーに良くすれば少しは罪滅ぼしになるかなって。まあ自己満足、気休め。さっさと終わらせるね。ティファ、エアリス、なんでこんなところに。ジョニーこそ、それどうしたの。シンナの重役の荷物だよ。これからホテルまで運ぶところだ。シンナってジョニー、あんなにシンナのこと嫌ってたじゃない。市長の命令さ、あの人は俺の恩人だから。俺はもう、もう這いずり回るネズミじゃない。驚くか。そうだね。1、2。はい、おめでとう、ハッピーテンダーコンプリートです。君たちのおかげで忘れかけていたアモールを取り戻せた気がする。そう、ハッピーテンダーの写真なんだが、私の家族にも送ってやっていいだろうか。妻と娘にも苦労をかけてるね。もちろん。家族を元気にするためにもまず私が元気でいないとね。はい、私だが。ああ、すいません、すぐ向かいます。お疲れ様。
ほら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 、あなたのおかげで助かりました。こちらコンサートの参加者にお渡ししているアモールカードと記念品です。それから演奏の報酬についてですが。その話なら私がするよ。呼び出し料に紹介料、そうだね、あとは例の駆け落ちしたピアニストから愛するパートナーと共に誰にも邪魔されぬ街へと旅立ったそうだ。君の演奏はこのホテルだけではなく恋人たちも救ったようだ。次は私のステージにも遊びに来てくれ、可憐な愛のキューピッドたち。ん？歩き疲れる前にウィリーはどうですか？こちらの美しいビーチは。じゃあ行こう。かっこよく。